柚子の剪定ということで、うん、まあ大体方針は一緒だと思いますけど、うん、柚子はね、はい、これは大きな柚子じゃなくてあのちっちゃな柚子なんですよね。あ、小ぶりの柚子、はい、ただこれはもう、これも柚子はもうならなかったら、はい、上に上に行くんですよね。はい、上に上に、だからもうトゲもあるし、はい、まあちょっとね上をね、はい、縮めながら、はい、ちょっとやりたいと思います。ありがとうございます、はい、何割ぐらいこれは落とすっていう、これはもうほらそこまで葉っぱは多くないんで、はい、まあそうね1割、1割ぐらいですか、うん、まあ、上のやつをねとにかくまず切ります、はい、まず上にちょっと伸びすぎてるやつがねあるんで、はい、ちょっと戻します。あ、どうやって戻すかちょっと気になりますね、はい、こういうところのやつを切ってあげます。はい、あ、まだ根元から、うん、根元からえぐるようにやっぱり、ね、はい、切ってあげます。はい、はい、これね。まず高さがだいぶこれで落ちます、ね、うん。それとほらこういうのはさ、はい、ね、もうね切った後から出てきてるんですよ、ほら。ああ。ここのほら、うん、ここほら切ってるから、ここ、はいはい、ここ切ってるからここから出てるんですね。うん、ね、出てますね、うん、まあまあこれはでも残しとこうかな。残します。うん、邪魔だけどね、もうね、はっきり言ってね、うん、はい、こっちを切りますか、こう、ね、あ、そうか、トゲがほら、トゲがもう確かにトゲと蚊と、はい、もうマジ痛いっすよ、カズマさん、トゲが、うん、結構がこれと、ね、もう一個硬いね、柚子は。柚子硬いですか。硬いほらこの大きさで、はい、だあんま手袋しないんですよ。これ高いですね。高いからね。どうしますか。もう止めてやろうか。止めてやりますか、うん。止めてやろうか。まあ本当はね、そんな、はい、今切るなっちゅう話けどね。うん。まあね、ゆずやっけんね。ゆずだと思ってから見てください。はい。はい、ああ、これは上で。うん、上で。はい。はい。下がりましたね。だいぶ下がりましたね。はい、はい、この分。はい。これ実がなってるからできるんですよ、はい、実がなってなかったらもうめちゃくちゃ暴れるんで、はい、切ったところから芽がとかまた出るんで。ああ、なるほどですね、うんうん、その時はもう栄養期間が、ね、そうっすね、すごいですからね、うん、今生殖、今ほらね、実がまだほらこんだけたくさんなってる状態なので、うん、切ってますね、うん、でこっちももう一回切っておきましょうか、伸びすぎとるけんね、はい、うん、もうこんな感じで上は、はい、で、あとはもうね、まあ、この紅葉の花の方が大事なので、はい、まあ、この重なってる状態のやつらはね、横でぶつかってる、うん、切ってあげていいっすね、もうほら、はい、密植っていうかね、うん、この下の枝をもう、まあ、とにかく切ってあげます、はい、こうやってね、うん、自然と何でしょう、うん、この柚子が引いたようなんです。え、隣の、うん、あの、なるほど。なんかね、なんかこう倒れてますね。自然に避けてる、うん。確かに確かに。自然になってますね、うん。これは平さんがしたわけじゃないんですか。じゃないですよ。これだから木が勝手になってるんじゃないですか。うん、だいたい時計回りに行くんですよ。はい。あのね、右手だから。はい、こう行きながら、はいはい、こっちじゃなんていうかな、ね、やりにくいんですよね。なるほどですね、うん、だからこう切りながら、こう切っていくんですね、見ながらね、はい、こうやっていくと、いったたたたた、ね、だからもう何でも一緒っすよね、うん、こうなってるんで、この感じで実がついてるから、うんうん、こんな感じで切れてますけど、はい、柚子とかやっぱり強いんで、はい、バンバン伸びるんで、はい、もしなってない状態だとあんまり切りすぎると、うん、はい、また芽がねブワーって、はい、まあ大きくしたい時はそっちの方がね、はい、いいかもしれないですけどね、はい、こういうのが切りにくいんだよね。うん、だからもうちょっと失敗した時はもう一回ね、はい、切り直すぐらいの気持ちでやったらいいっすね、はい、こうやってね、これはもうほらほとんど切ってないからね、柚子とかはさ、もう、うんうん、ほんとなんていうかな、あまり触ってないで、はい、ね、切ってるからね、だからもう樹形とかはもう
めちゃくちゃっすね、はっきり言ってね。まあでもこんな、うん、こんな感じで切ってあげると、まあ少しはね、すっきりになるかな。樹形、あ、非常にすっきりしましたね。少しはね、はい、こうやって、はいはい、とにかくほら下がってるとこしか切ってないっしょ、うん、ね、そうですね、こうやって、はい、でこうやって、あ、もうか、痛い痛い痛い、蚊が、痛いか、痛か、まあうまい、痛かと蚊が本当ですね、合わさった、はい、すいません、カズマさん、ごめんなさい、もうカズマさんが何言っちょんねんって顔してたかなりちょっとレベルに低いレベルの低いけど痛かーの痛かーのレベルの低いって言われた、あ、痛い痛い、そのね、九州弁が痛かーやっけん、はいはい、じゃあ3つだったらレベル高いじゃないですか。いやでも低いって言われたから平田さんにしては、いやいや俺にしてはとか言わないでくださいよ、ポテンシャルの、すいません、まあもうこんな感じですよ、もう、 ありがとうございます、うん、じゃ結構すっきりしましたね、うん、上の方もね、うん、なんかちょうどいい感じで、うんうん、今度はやっぱりじゃあ、まあ、一応、まあ言ってもやっぱり 2割ぐらいいっちゃったから、そうですね、はい、じゃあこれが切った分ですね、うん、守さんこれは、うん、あのもう8分か7分ぐらいでした。ああそうですよね、もうだってほら木がちょっとアフター撮りましょうかね、うん、アフターで、うん、まあ1割2割ぐらい落として高さが下がりました ね、 ね、うんうんうん、かなり、うん、はい、まあ、これでも、うん、ただしこれ実がなってる状態だからここまで来たってことですよね。そう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 、なってない時に切ればもうまた栄養成長、ね、いくらまた伸びるから、うん、注意点です、うん、そうそうそう、花が咲いてる時はどうなんですか、うん、ここまで切ってもいいですか、花がいっぱい咲いて、はい、だからなんていうかな、もうちょっと後でもいいんですよね、うん、切ってね。ああそうですか、うん、結局は今からほら夏芽が出てくる時期になるじゃないですか、はい、な7月とかに、はい、だから切ったところから出る可能性はあるんですよ、芽がね、はいはい、でもそこまでほらなんていうかな、着火負担がかかってるから、うんうん、そこまで出ないかなということで切ってるんですね、うん、あ、なるほどですね、うんうんうん、そこの兼ね合いはめっちゃ大事ですね。樹体の養分が、うん、あの拮抗してたら出にくいですね、そうそうそう、花側とそう、あの実側と枝側で、うん、だから俺がその極早生とかを7月とかに、はい、あの剪定する意味が、うん、あのとにかく着火負担がかかりすぎて、はい、めちゃくちゃ弱ってたんですよ、はい、その時に剪定をやっぱりしてやったら、はい、やっぱ来年のなんていうかな、その春芽とかの出るような状況にもなるんで、はい、うん、ああなるほどです、うん、それはだから普通の人は絶対しないですよ、うん、美味しいみかんを作るために、うん、そんなそこでねハサミ入れてなんて、うんうんうん、ホルモンがほら活性化するんだから、うんうん、美味しいっていうのをね、うん、ましてやこれを一般例えば庭木を切ったとして、うんうん、皆さんだったらもうついてるのもったいなくて、うん、あ、はいはい、切れないと、うん、そうですね、でも、うん、最終的には、うん、なんですかね、まあ、うん、いい実、もしくは、せり高で落ちる分も考えれば、うん、適化と、うん、まあまあ、そういった分も含めて、そうですね、この時期に実がついて切る方が、はい、一番無難なところ、まあ、見やすいっていうかね、そうですね、結局ほら、実がなっとる状態でね、下がったやつ、うん、そうそうそう、もう切るだけなんで、はいはい、目安としても分かりやすい、はいはい、そんな感じです、優しいっていうかね、うん、こうやって実がついてた方が、はい、分かりやすい、うん、つくかどうかわからないところをギャンブルで切ってるわけですよ、はいはい、そういうことですよね、はい、逆にこっちの方が素人の人たちがわかりやすい、そう最後に一つだけ、はい、皆さんやっぱさ、剪定時期って決まったこの時期にしなきゃいけないって、はい、思ってる人ってかなり多いんです、あ、なるほど、例えば冬、あ、はいはい、冬、はい、じゃないですよね、平田さんの正直一年中どこでも OK っていうぐらいの気持ちってこと、うんうん、そうです、そうです、そうです、はい、俺はですね、うんうん、それって皆さんかなり分かりやすいと思うんですよ、はい、だからもうほらこれをいつも持ってます、あ、うんうん、だから、まあ、鉄火とか何とかでもするときにやっぱり下になってるやつとかはね、こういったときにやっぱりこう枝があるわけですよ、うんうん、こう出てるやつが、はい、切り忘れてる枝とかがね、やっぱりそういうときにもこのハサミ持ってて切ってやることで、うんうん、それが大事じゃないかなと思います、もう一回行ってそのためにもあるんじゃなくて、うん、そうついでに、うん、そうですそうです、作業効率の問題、うん、はい、だからもう一気にそれをやってしまうっていうか、もうそういう状態じゃなくて、もういつでもそのなんていうかな、いらない枝を切るっていうのが、ありがとうございます、はい、はいはい、じゃあ柚子の剪定でした、はい、あと最後にこの剪定紙に関しては切り刻んで巻くのか、まあ、これはもうほらこんだけでもあったら本当はチッパー持ってきて、うんうん、するのが一番ですよ。あ、なるほどですね。チッパーでね、チッパーでバラバラにして、もう畑に還元してやる。はい。うん。その時に結局チッパーでこう溜まるじゃないですか。はい。そこに筋力アップをね、うんうん、巻いて、ちょっとほら、網の酸の液とか、
はい、そういうのちょっとバラってやってたら、はい、もうね、勝手に発酵もするんですけど、はい、スピードが速いですね。その筋力とかやってあげた方が、はいはい、早く発酵しますね。あと1本なんか切るのあります？ベニマドカ。はい、ベニマドカ。ベニマドカね。はい。